フィールドは世界の秘境や辺境の地。重いフィルムカメラを携え、時に8000メートル級の山々にも。そして鹿児島の島々。地球のあらゆる場所を旅しながら撮影する写真家石川直樹さん、東京出身の42歳です。奄美群島など島に通い続けて20年。写真家としてカメラを向けるのは島の自然や暮らし、人々の営み。2016年には奄美大島観光大使に任命されました。その奄美群島が好きで、で、まあ、大島はじめ徳之島とか沖永良部とか、離島にも何度も通っていて、まあ、地元の人とこう親しくなって、それで、まあ、お願いされたというか、お願いしていただいて引き受けたという形です。奄美群島の一つ、与論島。奄美や沖縄、アジアの文化が混ざり合うこの島に石川さんは惹かれています。やっぱ沖縄が見えるっていうのがすごいことだなって。目の前に沖縄があって、その先にまた島々が連なってると思うと、アジアに開けた世界みたいなのをすごくこう感じますけどね。大地が地下水によって浸食され、作り上げられた鍾乳洞。しかしなぜか鳥居が。見慣れないものを見た時とか、わっと思うとか、そのなんか自分の中でなんかちょっとこう心が揺さぶられるっていうか、気持ちがこうわさわさした時とかに撮ってますかね。体が反応を示す場所を探し求めて島を巡ります。このドン付きの部屋どこですか。車を止めたのは意外な場所でした。島の幹線道路沿いに立つ一軒の民宿。なぜ自分が気持ちを揺さぶられたのかとか、風景を目の前にしてシャッターを切ったのか、全部一つ一つの写真にはなんで自分がこう撮ったかっていう理由があって。しかし石川さんはその理由を説明することはありません。感じ方は人それぞれ。その土地特有のやっぱりまあ日々の流れみたいなものはありますよね。例えば徳之島の闘牛とかも何度か通って写真を撮らせてもらったし、奄美に関しても非常に広くて、昔はこう船からアクセスしながらいくつもの集落ができてたと思うんですけど、なんかこう海からの視点と陸からの視点で全然違ったりして、面白い島だなと思いましたね。世界中を旅してきた石川さんにとっても奄美の森は特別な感情を抱く場所です。金作原の森とかに夜に行ったりして、で、あの黒ウサギに偶然出くわしたりとか、なんかこう森の気配とかが恐ろしいんだけれどもすごく美しいし、上を見上げると空なんだけれども、この森に覆いかぶさってくるようなあの感じっていうのは、ちょっと屋久島の森とも少し違いましたね。リゾートとかにもなりやすい環境だとは思うんですけれど、やっぱりその人と自然がきちんと共生できるような配慮をした上で、時間が経っていけばいいなっていうふうに思いますね。